今日は5月25日の金曜日です。ということでまたですね、減量の経過報告動画を撮ってみたいと思います。でもこの減量の、ね、経過報告動画も、今回で13回目になるんですけど、まあ、今週で13週目になりますので、一応毎週撮ってますから、もうね、そんなに経つんだなっていうふうに思うんですけど、減量スタートしたのが2月26日ですので、まあ、ぴったりね、3ヶ月経ちました。でまあ、この3ヶ月間っていう期間がね、自分の中でどうだったのかっていうと、まあ、なんていうんですかね、不思議な時間の感覚なんですけど、早かったような遅かったようなっていう、やっぱり一日一日はですね、そのやるべきことがたくさんあって、それをこなさなきゃっていう感じで追われていきますので、オフの時と比べるとやっぱりね、一日は長く感じます。で、それらをね、積み重ねていくので、やっぱりこう減量始めてからの3ヶ月間っていうのは思い返すと、まあ結構長かったなっていうふうに感じる部分はあるんですけどね。ただもう3ヶ月経っちゃったんだっていう気持ちもあったりして、なのでそのあたりですね、ちょっと不思議な感覚っていうふうに感じたりするんですけど、まあでも3ヶ月前の姿っていうのですね、まあ、こんな感じで、映像でね、見てみると随分今と見てくれっていうかね、姿は変わったと思うんですけど、なので、まあ、このね、変化を見ると3ヶ月間っていう、まあ、約90日間っていう日数の長さですね、それはなんとなく実感できるのかなというふうには思いますね。まあ、でもあと残りね、2ヶ月間、7月29日が大会ですので2ヶ月ちょっとねありますので、まあ、ここから先もですね、ますます、体を追い込んでいくっていうことにはなると思うんですけど、なので、この減量期間の5ヶ月、まあ、今回ね、5ヶ月間って設定して、減量してますので、まあ、そのね、それだけの期間になるんですけど、その、5ヶ月間っていうのはですね、まあ、今年が終わった時に、1年を振り返った時に、まあ、間違いなくですね、今年一番の、思い出になるというかね、もう5ヶ月間あるので、その中のまたところどころのね、トピックっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、あと大会に出た時の記憶っていうのがね、やっぱり一番強烈に残ると思うんですけど、今の僕にはね、まだその記憶はないので当たり前ですけど、なのでね、まあその時に、今年1年終わった時に振り返った時にですね、まあ何ですかね、こうやるべきことは全てやりきったなとかね、力出し切れた減量だったなっていうふうに思えるように、残り2ヶ月間ね、頑張っていきたいなっていうふうには思ってますね。はい。で、まあ、この減量のね、3ヶ月間、僕がね、やってきたことをちょっと振り返ってみようかと思うんですけど、一応2月26日から減量スタートしたということで、それまでのオフの時から、一応2月26日を境にガラッと、まあ、生活パターンは変えました。まあ、主に変えたのはですね、有酸素運動を始めたことだったりとか、あと食事内容がね、一番変わったかなっていうふうに思うんですけど、まあ、具体的には、タンパク質の摂取をプロテインを混ぜて1日体重 ×3 を取ってたのを、全てタンパク質から食材から摂取するように変えたっていうのが一番の変化ですね。あとは炭水化物の量をガクッと減らした。で、まあ、その2点が、2月26日から大きく変えた部分だと思います。そのタンパク質の摂取はですね、最初は、卵を1日9個に、あとは鶏の胸肉を、750g ぐらいだったかな、はい、250g は3回ですね。あと炭水化物は朝がオートミール 50g で、昼に白米を 150g っていう量で取ってたんですけど、であとトレーニング中の、カーボドリンクですね、まあ、1日のトータルとしてはそんな感じでした。で、まあ、ある程度順調に体重落ちていったんですけども、3月の末ぐらいに、体重がですね、ピタッと止まって、そこから、2週間ぐらい体重が変わらない停滞期になりましたので、そこからですね、ちょっと食事内容を変えました。変えた内容は炭水化物の量を増やしたことと、あとタンパク質の内容を変えたってことですね。炭水化物は、朝のオートミールを 50g から 80g に変えて、で白米、お昼に食べる白米を 150g から 200g に増やしました。でトレーニング中 のカーボドリンクは一緒で、あとタンパク質はですね、卵9個だったのを3個に減らして、その分ですね、鶏の胸肉を、追加するっていうことで、まあ、鶏の胸肉を1キロと、あと、まあ、卵3個っていう食事内容に変えたんですけど、まあ、でもそっからですね、また、しばらくしてちょっと体重の落ちがいまいちという感じになったので、最終的にはですね、鶏の胸肉を4回食べてたのを、そのうちの1回を魚に変えるっていうことで、1日最後の食事は、魚にして、魚をですね、今 200g 食べてるんですけど、なので鶏の胸肉 800g と魚を 200g
で、トータル1キロと、あと卵3個で体重かける 3g のタンパク質の摂取にするっていう感じで、それを、まあ、4月の半ばぐらいからですね、ずっと今まで続けています。今のところ、停滞期はなくですね、順調に体重と体脂肪ともに落ちてますので、まあ、今のところ変える必要はないかなというふうには思ってますね。あとね、タンパク質の内容とともに、調理法もですね、ちょっと変えた部分はあります。最初はですね、鶏の胸肉を、電子レンジでチンしたりとか、茹でたりとか、あと焼いたりとかっていう感じでちょっと、バリエーションつけて摂取してたんですけども、途中でその電子レンジでチンをやめて、茹でと焼きにして、で、その後はですね、茹でもやめて今は完全に焼きにしています。フライパンでジューってね両面焼いて食べるんですけど、その焼いた後にですね、ちょっとキッチンペーパーで表面についたね余分な油を取るみたいなことをやったりして、でそれで、まあ食べるっていう感じで、なので今は茹でとか電子レンジは一切使わずに、すべて、フライパンで調理した鶏胸肉だったり魚を食べてます。はい、まあ本当ね、調子よく落ちてますので、まあ、このままいけるんじゃないかななんてね思ってるんですけど、ただそのペースがね間に合うかどうかっていうのが、まあ、一番懸念する部分ではありますので、様子見ながらなんですけどね今のペースのままで果たして仕上がるのかどうかっていう部分はですね、ちょっと観察しながら、なるべくしっかりとねエネルギーを消費するっていうことを意識して、まあ、トレーニングなり有酸素運動を行っていこうかなというふうに思っています。で、まあ、そのトレーニングについてなんですけども、一応ですね減量スタートした時から、まあ、それほどこう意識というのは変わらずに今のところ続けています。オフの時に行っていたその、ね、バルカップの時の重量っていうのは、まあ、だんだんと減量の経過とともに持てなくなってはくるんですけども、自分の中ではですねこう重たいと感じる重量に挑戦するっていうことは今も一応続けています。なので、まあ、回数はですね、そうですね、2、3回とかそのぐらいの少ないレップ数はやらないですけど、まあ、種目によっては、5、6回あたりしかできないぐらいの重量を狙ってやるっていうことは今でも行ってますね。まあ、でもそれは全ての種目ではなくて、例えば1種目目のコンパウンド系はそのぐらいの高重量を狙うっていうことをやったりして、あとはストレッチを意識した種目だったり収縮を意識した種目を、まあ、その目的が達成できる、まあ、コントロールができる範囲の、ね、重量で行うっていうことを意識して、で最後のはですね、そのマッスルコントロールを意識した種目ですね、例えば胸だったらケーブルクロスだったりとか、背中だったらロープウリーとかね、まあ、いわゆるねアイソレーション系の種目で、そのマッスルコントロールを高めてカットを出すっていうことをね意識した種目も取り入れたりして、まあ、そんな感じで全体のですね、そのトレーニングの、まあ、その組み方っていうんですかね、それは今のところずっと変えずに行っています。はい、とまあこんな感じですかね。これが、僕がですね3ヶ月間今まで、行ってきたトレーニングや食事管理の、まあざっくりとした、取り組み方になります。で、まあ、ここからちょっとね違う話になるんですけども、先日ですね会員さんから、聞かれたことで、加藤さんって試合の何ヶ月前からトレーニングを行うんですかみたいなことを聞かれてですね、トレーニングってずっとやってますよっていうふうに回答したら、あ、そうなんですかって言って、大会前の何ヶ月間だけトレーニングやって、それ以外はやんないのかと思ってましたっていうふうに言われたんですよ。で、まあ、その方は、まあ、ボディビルのことはね、あんまり詳しくない。で、トレーニングもまだ始めたばっかりっていう方で、で、まあ、基本的にね、僕がその方を指導してるときは、僕はトレーニングやってないもんですから、いつトレーニングやってるかっていうのはね、実際見たことがない方なんですけど、でその方の中では、普段は、まあ、体作りは特に行ってなくて、大会が近づくと、トレーニングと減量を、行って体を作っていくっていうふうに思ってたみたいなんですね。なので、まあ、一応その方にはですね、トレーニングっていうのは年中行ってます。で、減量してない時は基本筋肉を大きくするために、まあ、バルクアップを目指したトレーニングを行っていて、で、コンテストが近づいたら、まあ、今日から減量っていう感じで、食事なりねトレーニングを切り替えて減量して、でそのオフの間につけた筋肉をなるべく残して体脂肪だけを削って体を作って試合に出るんですよみたいな説明をしたんですけども、まあ、それでね、いやそうなんですねっていう風に納得してもらえたわけなんですけどね。なので、まあ、そういう風にね思われてる方って、その方だけじゃなくて、そういう質問ってたまに受けることがあるんですよ。とにかくその
ボディビルの試合に出る時の体っていうのは、そのためにその筋肉をつけて脂肪を削る、結果出来上がった体で、それ以外の時は筋肉が落ちちゃっててこうペラッとした体をしているっていうふうにね思われてる方結構多かったりするんですね。で、脂肪が乗ってると筋肉っていうのは隠れてるわけですので、筋肉がついているようには見えないわけなんですけど、それを、減量してね、体脂肪を削ることによって、その脂肪の陰に隠れていた筋肉っていうのが立体的にこう浮かび上がって、で、体で、舞台に上がるわけなんですけども、で、どうやったらそういうことができるんですかっていうことはね、結構聞かれたりするんですけど、このあたりはですね、本当にもう、魔法とかはなくて、本当に基本的なことですね。脂肪はエネルギーとして消費しつつも、筋肉は、体にとって必要なものだっていうふうに、認識させること。で、これを、長い期間続けることによって、筋肉をなるべく残してね、脂肪を落とすっていうことが可能になってくると思うんですね。それを僕らはですね、ボディビルダーは、トレーニングと食事管理で行っているわけです。脂肪がね、燃えるときっていうのは、エネルギー収支がマイナスになっている状態。エネルギーが足りないから、それを、脂肪細胞でね、脂肪分解して補おうっていうふうに、体は思うわけで、だからそういう状態を作るために、炭水化物なり脂質を、制限してね、で、トレーニングをハードに行って、有酸素運動もやって、みたいな感じで消費を増やすっていうことをやってるんですけど、でもね、脂肪が減ってくると、脂肪は極力減らさないようにしよう。っていうふうに体を判断するんですね。じゃあどうするのかっていうと、代謝を下げるっていうことをやるんですよ。で、その代謝を下げるためには何をするのかっていうと、筋肉を減らすっていうことをやるんですね。それが一番代謝を減らすために手っ取り早いので、だけど、ボディビルダーにとってはそれは困るので、筋肉は残しておかなきゃいけないですから、だからトレーニングを行うんですね。なるべくハードに行って、できればね、オフの時に扱ってた重量なり回数を極力維持するようにして、で、体にとってね、筋肉は必要なものなんだよっていうふうに、常に認識させておく。そうすると、脂肪が燃えてきても、筋肉を使いたいんだけど、筋肉は必要だから、ちょっとこれはね、使わないでおこう、みたいなふうに体が思ってくれればですね、この体脂肪を優先的に燃やしてくれるっていう状態になるわけなんですね。そのために、トレーニングをすることと同時にですね、筋肉の材料であるタンパク質はしっかりと摂取することっていうのは合わせて行います。で、その筋肉にね、その刺激を与えるためにトレーニングを行うことについては効かせることがとても重要だというふうに僕は思っています。重量をね、持つことはすごい大事で、負荷に対して筋肉っていうのは発達していくわけなんですけど、でもその負荷を筋肉にちゃんと乗せれないと、刺激としてね、筋肉は判断してくれないので、例えば、重りを持ってバーベルカールを行うときに、こう、振り回して、上げちゃったりすると同じ重さをやってもですね、ここにかかる負荷っていうのはね、弱くなっちゃうわけなので、そういうトレーニングじゃなくって、しっかりとこう筋肉の収縮で重りを動かす、でそれで負荷をしっかりとね乗せるっていうことを意識したトレーニングで、その上で高重量を扱うっていうことをですね、意識して行うことがすごい大事かなというふうに思います。でそういうトレーニングをしておかないと、その減量した時にね、筋肉を残すっていうことが難しくなっちゃうので、結局オフの時は、ね、脂肪がついてますから、関節の周りにもねついてるので、テコが、しっかりと使えるから、その反動とかも使えたりしてね、重たいのを持てるんですけど、でも減量してくると関節がね、細くなって脂肪がなくなっちゃいますから、だからそのテコがの効き方が変わってきちゃうんですね。だから筋肉に効かせるトレーニングっていうのはオフの時からしっかりと行うようにして、でその中で重たい重量を持つようにする。で、そのトレーニングを極力、減量に入っても続けるようにするっていう感じでね、やっていただくと、筋肉をしっかりと残したまま体脂肪を落とすっていうことがね、できるようになりますので、だからハードにトレーニングを行うことっていうのは、重りをねこう振り回すことではなくって、いかに強い刺激を筋肉に与えるのか、でそこを突き詰めていくことになりますので、それは重量選択だったりフォームになってくるんですけども、しっかりとマッスルコントロールを意識しながら重たい重量を持つってことですね。そこをぜひですね、大会を目指して、体作りを行っている方は、僕も含めてなんですけども、自分に聞かせている部分もありますけどね、意識してい、きたいなというふうに思っています。はいということで、減量13週目のね、体の状態ということで、今の
体の状態をチェックしてみたいと思います。今の体の状態はこんな感じです。腹筋はですねこんな感じで、だいぶお腹の血管も見えてきて、まあ、カメラにも映るようになったかな一応外腹斜筋の、細かい線とかね、あと前鋸筋との境目とかも、まあ、結構はっきりと出てくるようになったと思います。あ、でもねまだ足が相変わらずなんですけど、こんな感じで、まあまだまだですねはい。あと背中の状態が見たいっていうねリクエスト前回の動画でいただいてますけど、映るかな、背中も一応と、まあ背中はこんな感じです。まあ、ちょっとね後で映像チェックしてみて、あんまりアングルが悪いようでしたら、まあ、次回からちょっと調整してみたいと思いますはい、ということで、今日でね減量を、スタートしてちょうど3ヶ月経ったということで、一応、1月ごとのねその変化っていうのはビフォーアフターみたいな感じで、比べていたんですけど、なので1ヶ月目の時と2ヶ月目の時はですね、スタートした時の体と比べてね、どうぐらい変わったかみたいなことをやったんですけど、まあ、それをね今回もやろうと思いましてで、まあ、3ヶ月経ったので、スタートした時と1ヶ月目2ヶ月目3ヶ月目ってね、一応4枚の映像が出来上がるかなと思ったもんですから、一応この画面をですね4分割にして、まあ、ちょっと並べて、同じポーズとってですね、どのぐらい体が変わったかっていうことをやってみようかなと思ってます。まあ、実際ちょっと編集してみてね、どんな風になるのか、まあ、僕もちょっと見てみたいとは思うんですけど、まあ、それをですね流して、まあ、今日の、結果報告動画ね終わろうかなというふうに思っています。はいあ、いかんですね。経過報告動画とか言って、経過を報告するの忘れてました。今朝の体重は、69.8 キロだったんですけど、今週初めて70キロ台をですね、切って、69キロ台に、突入したんですね。今週の日曜日は 69.7 ぐらいまでね、体重が落ちて、で、まあ、日曜日はね、前回の動画でも、アップさせていただいたんですけど、竹島水族館に行ってね、チートデーで菓子パン5個食べたみたいなことをやったんですけど、だから次の日は 1.2 キロぐらい体重増えてね、71キロ、ぐらいに戻ってたんですね。でそこからまた、徐々にっていう感じで落ちていって、で、昨日の朝は70キロぐらいかな。で、今朝、69.8 に戻ったということで、まあ、多分またね、明日、土曜日、明後日日曜日と、またトントンって体重が落ちていくと思いますので、まあ、できればね、69キロ切れてるといいなーって思うんですけど、まあ、そこまではさすがにいかないかな。まあ、でもね、残り期間考えると、あと、あと9週か。あと9週で、体重で言うとね、5キロぐらいは落とさないといけないので、まあ、あんまりこうね、のんびりしたことも言ってられないんですけども、だから、ちょっとね、チートデーも、前回みたいに菓子パン5個食べるなんてことはね、もうやめようかなっていうふうに思ってるんですけど、としたら、まあ、菓子パン1個か2個とかね、軽く甘いもの食べるとか、という感じで、ちょっとね、そのあたりも調整していこうかなというふうに思ってます。はい。ということで、今度こそ本当に、減量13週目の、経過報告動画でした。また来週も、頑張ってね、いきたいと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。